以前話した摂食障害の話をします。20年の話を前は2分でしたので、すごい端折ったのでもうちょっと詳しく言います。17歳の時に家が荒れて、親が異性問題とかお金の話で怒鳴りに続けてたとか、そんな、時、修学旅行から帰ってきたら離婚した親が家で出たとか、なんかそんな頃の話です。もともとぽっちゃりなことをすごい気にしてて、親からも豚とか言われてたし、中学の頃は男子にも笑われたりしました。で、意を決してダイエットを始めて、周りにも宣言しました。痩せるからねってよくありますよね、こういう本気のダイエット。でもある日ちょっと食べ過ぎてしまって、でももう宣言もしたから絶対結果を達成しなきゃって焦って怖くなって、トイレで喉に指を初めて突っ込んでみたら吐けました。そんな最初の軽い気持ちで始めた一回が人生を狂わすって結構あると思うんですけど、それがまさにそれでした。それからは月に 2,3 回食べ過ぎては吐くようになって、だんだんなぜかわからないけど大量に食べたい衝動に駆られるようになって、すごい食べて吐くみたいなことをなんかやめれなくなりました。これは病気かなって思う反面、病気とか言ってんのは甘えで、これはただ意志が弱いから食べて吐いてる自分が悪いだけだって思ってました。だから病院かかるのが発症からも結構遅くなってしまって、2年後ぐらいには病院に行ったんですけど、でも結局先生にだいぶ心ないことというか冷たいことを言われるだけで、薬も何も効かへんし、本当意味がなかったです。摂食障害の人はこういうのすごいあるあるだと思います。で、そこから年々すごく悪化していきます。じゃあこの話は次に話します。